石像とは、石で作られた像である。五条大橋の牛若丸と弁慶石材としては、自然石を用いる。銅像等とは異なり、鋳像では作れないため、必然的に彫刻となる。また作られるものより一定以上大きな石が必要であり、大きなものになると材料を確保することも難しい。ただしあまりにも、大きな石像になると、スフィンクスのように、 複数の石を重ねて作られているものもある。また崖そのものを掘って作られているものもあり、その場合一度作られれば、そこから動かすのは不可能である。屋外に置かれるものが多く、古いものでは、風雨等による風化が進み侵食されているものも多い。日本で最もよく見かける石像が地蔵や狛犬であるように宗教関係のものが多い。外国でもイスラム教のように、 偶像崇拝を禁止する教えがもともと主流だった地域を除けば神をかたどった石像は数多く存在する。ただし実在の人間をかたどったものもある。星取り機を使用して調素用粘土などで作られた原型と同じものを複製する星取り技法が開発されている。この技法は古代ギリシャローマ時代の頃には利用されており、日本には明治時代に導入された。 ありがとうございます。